まった始まった始まったりょ、こちょこちょくる、ちょっとね、椅子がね椅子大きいんだよね。始まってる、はい、これ始まってるのかな。はい、こんにちは。え、でもさ、始まってる、始まってるって。あ、来た、通知が。あ、通知が、通知が、あ、でも始まってるわ。見れる？ちょ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 、どうやって見れる？ちょっとわかんない。こんにちは。あ、こんな感じで出るんだ。あ、すごいすごいすごい。私 YouTube ライブ初めてなんだよね。私も。あ、こんにちは。Me too。コラ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 、ライアゲゼリジャンジャンジャン。あ、ビビアン。あ、始まってる。おお。こんにちは。こんな感じになってます。あ、素晴らしい。こんにちは。ちょっと声だけ消すね。うん、コメント、おー、わお、こうして。え、でも今8人ってなってるんだけど。本当だ。でもめっちゃコメントし来るよ。8人ですか。8人がこんなに頑張ってコメント送ってくれてんの。リリマ、うん、リリマです。こんにちは。こんにちは。みんな何してるんですか。今日土曜日だよね。今日土曜日です。今日土曜日だよ。みんな遊びに行ってるんかな。うん、すごい、めっちゃみんな綺麗に髪色違うね。ね、確かに。茶と金と紫。茶と金。茶金村。茶金村です。ね、やっぱりちょっとね、コメント早くて読めない。ね、ね、コメント。1000人超えてるよ。インスタライブより、すごい。インスタライブより早いコメント流れるのが。うん、ゴロゴロしてる。やばいやばいやばい。ちょっと待って。早い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 。ちょっといいの、落ち着く。ちょっと一回コメント。え、まこちゃんいつもさ、すごいね、はい、すごいね、すごい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 、待ってました、ありがとう。え、リオチ髪切った？切ったんじゃないの、あの切れてる、ね、切れた。見て、ウィジューのみんな、この髪の毛の長さの違い、やばくない？やばいね。私これいつもね、こっち髪の毛頑張ってね、こっちの長さをこっちで剃れるように頑張ってこうやって切ってんの毎回。切って2回目くらい、2回くらい切ったけど、もうまたこんなに違う振りの、え、やばくない？うん、確かに。え、やばいよ、短い。なんか新しい新種。ケアしっかりしないとね。してるんだけどな。ね、待ってたなり。本当に早くて何も読めない。待って、一回こうやって止めよう。あ、頑張って、止めてよ。え、どうしたん？何が？りょうちゃん今日、あ、さっきタコライスお弁当で食べたよね。そう、いつも話しなよ。そう、いつも私がリマと頼むお店があるんですけど、そこのタコライスを、あの、何も言ってなかったんですよ、うん、ここのお店なんですとは言ってなかったんですけど、うん、頼んでくれててびっくりしたって。声あげたよね。しかもタコライスね、もうリクがいつも頼んでるやつやんって言って興奮しました。ありがとうございます。皆さんもうすぐでツアーですね。ねえ、楽しみにしてる。本当に楽しみです。今日一般、うん、チケットが販売されて、完売だっけ。まだまだまだ、まだか。まあでもたくさんね、皆さん、そう、でもみんないっぱい来てくれてる、いや、なんか応募してくれたみたいで嬉しい、うん、早くみんなに会いたいです。ありがとう。ありがとうございます。うん、すごいスピードですね、本当に。何呼べばいいんだ。ね、みんな何してるんですか。ゴロゴロしてるって。あ、ゴロゴロしてるの。ゴロゴロしてるって。わかるわかる。わかるわかる。暑いよね。今日めっちゃ暑いんやけど。うん。暑い、クーラーつける？うん、暑い。つける？うん、わかった。ちょっとそんなその暴風じゃなくていい、うん、あのジャックではなんか、ありがとう、ありがとうございます。25度くらいにしとくね。うん、ありがとう。21度って書いてあったから。ハロー。21度って書いてあったもんね。ハロー。はい、ハロー、こんにちは。こんにちは。あの、なんだっけ、韓国で今綾香のセンイル広告、あ、めっちゃあるらしい、うん、ね。あと何日だ、明日3日、3日、あと3日後、あと3日、今日18、17、今日17か。そう、ケーキ買わな。ね、何ケーキがいいと思う。何ケーキがいい、綾香何がいい、コメントして、綾香コメントして、何ケーキがいい、探しとく、コメント綾香の。じ
저희가 항상 가는 세로드 회사 옆에 있는 세로드 집이 맞아. 있는데 거기서 아야카 생일 그 광고? 응. 그거 있었어. 그래서 보고 싶었는데. 미안해. 일본이 보고 싶었어. 못 가. 일본. 우리도 보고 싶었어. 맞아. 사진 찍고 싶었어. 싶었는데. 초콜릿 케이크. 케이크. 조금 待って 마시하야 가토 쇼콜라 화이트 케이크 후와후와 케이크. 네, 저기 안테나 초콜릿쇼. 초콜릿 초콜릿. 학교 케이크. 학교 케이크. 마야가 作れば いいんじゃん. 아! 아! 너 아니. 아! 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 에데모. 에? 私 そんな 暇な 시간 ないよ. 마. Today. Today? 오늘? 아, 그래도 돼. 근데 뭐 교 作ったら 아, 좋잖아. 이잖아. 違う違う違う. 普通に 今回 교 作って. 교 왔다 だってさ 교 くらい しか ないよ. そんな みんなでさ 夜になって 와야도 できる. 마, 確かに. って 考えたら 早めに 교 했잖아. 또. 에카 待っててね. 전부 ここで 決めるじゃん. 日本大会なの、明日大会なの、頑張れ。ファイティング。ファイティング。何大会だっけ？日本大会。日本大会。明日大会。日本大会で普通国は明日大会なの。日本大会。何日本大会？めっちゃ大きいやん。頑張ってね。頑張ってね。アイスケーキ。アイスケーキは懐かしいわ。アイスケーキが嫌です私。モンブランとか作ってって。モンブランちょっとシンプルに私が食べたいんだけど。誰だっけモンブラン嫌いな。あ、ミーヒやミーヒミーヒあ、そうなんだミーヒミーヒあんま好き嫌い多いからリオちゃん、今日もシャツだせやす今日、季節感3人とも違うそう、私半袖私長袖ノースリーブ寒くないうん、暑い今うん、暑い多分今、密集してるから絶対そう確かに真ん中にいるからさ確かに、じゃあもっと暑くしてるねやだやだ、暑い、本当に昨日あのリクのお母さんが買ってくれたなんかあのなんだっけハチミツバターハチミツバターハチミツバターの食パンに塗るやつがお母さんがみんなで食べてって言ってねみんなで食べたよね本当にメッセージも超可愛くて全員の名前やらそうリクちゃんちゃんでリクは最後やねまこちゃんまこちゃんリオちゃんまやちゃんあやかちゃんまゆかちゃんリマちゃんみーちゃんニナちゃんそしてリクみたいなもうなんか付け足しみたいないやいやそしてリクそうなんか付け足し感みたいなお母さんは母だからねありがとうね本当本当に早い掛け声の練習頑張ってあ、あれツアーのってなんか掛け声って書いてあったから掛け声かなと思って本当に本当に覚えるの大変だと思うけど頑張ってください頑張ってねレアチーズケーキできるよできるよだから何の曲から始まるか分かんないけどそれに対応して頑張ってねそうじゃんそういうことでしょそうだよ何来るか分かんないけどもしかしたらじゃあ例えばじゃあ前回ステップアンドステップだったじゃんステップアンドステップが流れるって知らなかったわけじゃんドゥーってことそういうことだからもうドゥーであー来たステップこれステップやー言ってみんなにそんなしてせーのマコリオでも大体さマコリオマヤらへんはね入れんのよあそうだねあやかぐらいかな多分そうなんならまゆかぐらいあやかあれあれあれえぇまゆかみたいなだからみんなお願い始めからお願いねでも難しい結構むずいよねそうそう掛け声おおおすごいモニターに出してほしいいや間違いない何モニターにだからその掛け声をあーねーあ確かにこう言ってくださいみたいな次何々一曲でこれですねモニターに出ちゃったら私らの顔映んない私たちが言えばいいんじゃないあの次は何々行くよみたいなあーそういうことうんあのもう準備体操みたいなそうそうそうで違う曲言うねんえ最低や嘘つきやな今日お誕生日なの祝いしてほしい大好きおめでとう美味しいの食べてね私たちも大好きですありがとうありがとう私じゃない代わりにうん。おー早いねまこちゃんは入れないこと間違いないリオもでしょうん。リオも無理やマヤも無理やリクも無理ギリギリね明日運動会だって楽しそう運動会の時期うん。早くないえでも遅くないうん、私たち10月とかだった。リクも9月とか。あ、そっかそっか、そっちの意味か。うん。そうだそうだ。10月、9月とかそのあたりだったの。で、すぐ後に文化祭。あ、そうだそうだ。パラダイスって掛け声なかったっけ？パラダイス、まだ出てない？いや、出たんじゃん。え？出
出たっけ、パラダイスの掛け声出たっけ。出てないな。ないか。ないないない。パラダイスないんだ。まあ、じゃあちょっと作ってみてください。うん、いやでもパラダイスは歌詞がいいから、ね、ちゃんと聞いてほしいじゃん、ね。昔昔聞いやだやだ話いやだ虹を越えたその向こう向こうやだやだ向こう空気感やだ曲の雰囲気潰れるそうだ ね, ね入籍したのでおめでとう。おめでとうございます。はあ、いいよ見て。えねね、うん、私のね私のファンの方の中で、うん、あの私の奥さんが私のマヤペンで、うん、お旦那さんがリクペンの、うん、あそうなの。素敵。そうこの前なんかなんか結婚記念日だったって、見たらすごかった。リクペンとマヤペンが。あ、そうなんや。結婚されてて。すごい。おめでとう。でもめっちゃ幸せ。お互い好きなさ、ね、ものが一緒ってさ、すごい やっぱいいんじゃない。うん、ほんまにそう、ね。すごい。間違いない。幸せですよね、本当に。なんか結婚って素敵よね、本当に。うん、本当に素敵。やっぱ、はい。明日テストなの。応援して、頑張れ。頑張ってください。なんかさ年中無休ほんまテストやな。ねえもうやっぱさこの世の中いろんな人いるからいろんなねいろんなテストがあるから。そういろんなテストがあるのこの世に。そうそう期末だけじゃないし。ねマジスクショタイムお願いされるの早すぎる。今日は YouTube ライブだね。そうなんです。リクちゃんリクちゃんラブ20リクちゃんリクちゃんラブ20リクちゃんリクちゃんラブ20 Thank you, thank you, thank you, ラブ20ラブ20 Thank you, thank you, ラブ20 ちょっと英語やってみよう。ラブ from インドネシア。 Thank you! Thank you so much! Thank you! あ、ちょっとちょっとちょっと I'm from Japan. Wait 知ってるわ。知ってるわ。 I'm from Japan. あ、早くて読めない。父の日何するだって。うん、そうや。え、父の日っていつやっけ。19、あさってとか。19、うん、どうしよう。私ね、お父さんからね、もうお願いされた欲しいもの。何？自転車。いいじゃん。そうだから、うん、私がかっこいいもの探して買ってあげようかなと思ったのに、なんかじゃあこれでって連絡来たから。あそこも指定されたのね。そう、もう指定されたからしゃあねえなと思って。父の日だからちょっとプレゼント大きいものしてあげようかなと思って。絶対お父さん見てるんだよな、絶対。何が欲しい？後で連絡。後で連絡して。むしろ言ってもらった方が嬉しい。いや、そうだね。そうなのよ。でもちょっとパパはアピールがすごいのよ。なるほど。パパは最近こうだから自転車が欲しい。もはや父の日忘れてそう。え、だったら余計いいじゃん。確かに娘は覚えてたんだって。あ、分かった。確かに。じゃあこれ見んといてなと。もう遅いよ。もう遅いよ。絶対見るからな。最近ハマってること。最近ハマってること？何やろ。何やる？最近ハマってること？なんか最近の記憶が本当になくて。うん、めっちゃわかる。朝何したか分からない。リオも朝今日本当に急いで準備した。ああ、本当に。今日遅かった。今日は、あ、今日寝落ちしちゃったわ。そうやそうや。今日7時に起きたよ。そう、え、今日7時に起きた。朝の7時に起きた。早っ！ってなって、それまで寝てた。お風呂入って。あ、そういうこと？え、どういうことどういうこと？だから朝の7時に起きたって普通は夜寝る準備をせずに、あ、寝て、そういうことか。今日朝起きたら7時だって焦って用意したんだよね。あ、そういうこと？夜の朝過ごしてきました。何かな、最近ハマってるもの。最近ハマってるもの、え、なんかスキンケアを入念にすることにハマってる。へー。なんかちょっとなんかまこちゃんに教えてあげてたもん。間違い、うん、じゃあまこちゃんでも言っても変わらへんから、うん、一緒これだ。まこスタイルやで。皆さんスキンケアしっかり押して、うん、やってくださいね。与えたらダメですよ、お肌がキューってやるの。だけど私今日これニキビできた。あらあらららら、 ら、これくらいのね、これこれちっちゃいやつ。朝起きたらいた。うん、あ、なんかあったあったあった。韓国国家一層そう一層なんで、あーカジマーちょっと上、マヤマヤカジあんねーマヤ。結構かかってかなか。分かった。なんか韓国語一層なんで、トゥアチャンチケ
매진축하해요제일주자식제와가와이 Thank you. 치킨먹방하자하자오치킨치킨준비 좋아요네치킨 아까밥을먹었어요어맛있게먹었어요맛있게먹었어요점심먹었어먹었어요개체기가또시에때에비형오이에비오에비민우씨가에비형에비형젠지가되네20의中で唯一 A B が陸で B 型が私一人しかいないそうそして唯一の O 型です嘘つけ O はいっぱいおんね嘘嘘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 嘘 O 型の人すぐ嘘つくからほんまそれは B です S クラス踊ってってみん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 ここ好きですねリオもそこ好きたんたんたんあのそこねカメラワークでねうんわかるリコのこともかっこよく撮ってあげるよありがとうおお頼んだ끝나면찍자에이조금그건조금무리かもしれない私無理でしょ本当に読めないまこちゃん毎日これどうやって読もなじゃ24もなじゃ読もなじゃ読もなじゃこれねよ大型おおらか大型おおらかなうんらしいそうなえぇまでもや初受精をやってせーのじゃん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 にーほんとにピクちゃんお芋くださいやって芋くださいあれさなんか2回ぐらい最初なんか使用されてたよそうそうそうこれあげとけばいいんじゃないみたいな芋くださいかわいかったね。ありがとう。よくだぜ。ね私もね、遊び行きたいんだよね。鎌倉鎌倉ガチでいいよ、本当に。行ってたんだよね。そう、行った。ありがとうね。ガチで鎌倉結構みんなで行きたい。本当に行きたい。本当にいい。私大好き。私も行きたいな。え、鎌倉ってさ、超雪のイメージあるんだけど。雪？雪。なんか、雪。それ勝手なイメージある。でも冬は降ってるんじゃない？ほんまに？スノードームのイメージ。スノードそれさなんやろかどこわからんセットもわからんウェアですかそこわからんほんまに早いなこれなんか止まらない塩つまみハート私あそうそう私だけの早い塩つまみハートねえ本当にえこのね塩つまみじゃないちっちゃいじゃリクが言ったやつやろあれあやかがめちゃめちゃ気に入ってさいつも言ってくれこれ塩つまみつってこれぐらいそしてでなんか矢印矢印ハートこれは大きい方ねそう矢印みたいになるから矢印ハートとなるほどね矢印ハート可愛いじゃんうん塩つまみはなんか重いやつよくわかんないネタネタ本当はつまんでる塩つまみつま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 あ消えちゃったなるほどと明太子ハートはやってリオちゃんちょっと髪の毛紫っぽいそうですねこの前ね明太子ハートこの前空港でやると思ったけどちょっと恥ずかしくてね本当にやめてなんでしようとするの明太子テレ東音楽祭頑張ってくださいあ頑張ります頑張りますありがとうございますココナッツ楽しみ楽しみだね。楽しみだね。ココナッツのスポを知ってほしいっていう人多いんだよ本当に。ココナッツはココナッツですよ。ココナッツはココナッツ。ココナッツはココナッツといえばココナッツですよね。イコールココナッツです。はい。ココナッツのあのドーナツ好きなの。え？あ、わかる。ココナッツドーナツってこと？そうそう。ココナッツ味のパウダーみたいなのが。そうそうあのさ、あそこのさ黒のドーナツの周りにココナッツかかってるやつ。ドーナツ、ドーナツ、あれか、ドーナツ、あれね、
大好き。あれココナッツなんや。そうだよ。え、じゃあそうなの。全然スポってないけど。スポってないけど。マヤまたやったなやって。あんたすぐスポるんだから。違う。なるほどね。うん。スペシャルだからタイトルが。もう本当に隠せない女です、いません本当隠せない女で、ごめん気になっちゃうよね、ごめんごめんね、しよぐらいそれですっぴん分かってない悲しみだって。一応ちょっとメイクしてるけどね、うん、全然メイクしたよ、ほんの少し。何やせおもろすぎ、スポじゃないですよ。マヤちゃん叱られないでね。マヤ毎日怒られてます。あの毎日読み出しちゃう。マヤ毎日ちょっとマヤさん来てください。最近ちょっと頼んでんじゃない。緩んでんじゃない。どこ頼んでます。緩んでんじゃない。どこ頼んでます。間違えた。緩んでんじゃないの。今日もこれ終わったら呼び出しちゃう。呼び出し。スポしないでってあれほど言ったでしょ。って隠せないよ。もうマスポムラだって。おい。スポムラさもう別にスポムラしてないけど今日まだ。え、あのね大丈夫、まだ誰もスポってないです、うん、今日は。私たち今回慎重に行かなきゃいけない。まあなんて言ったってセカンドアルバムなんでね。それはちょっと心配なら慎重に行かなきゃいけない、ね。何年ぶりでしたっけ？1年8ヶ月。8ヶ月ぶり。はい、待望のセカンドアルバムです。皆さんティーザーどうでした？うん、めちゃめちゃ可愛かったんだけど。ティーザーどうだったかな。ティーザーティーザーね、めっちゃね、めちゃみんな可愛かったよ。めっちゃ可愛かった。ギガビジュヨイネって感じだった、ね、ビジュヨイネって感じ、ね、マヤタルタルタルでないですよはい、あーリオニムサランエ、リオニムサランエ、こんばんはよこんばんはよ3人の君名考えてほしいですよ。え、リリマみたいに言ってなかった今。もうそれ全部それじゃん、うん、正直リリマは誰とでも、うん、作れる。だからマコの一コマみたいなやつ考えようよ。マコの一コママジうまいよね。マコの一コマ、マコの一コマ下から読んでもマコの一コマ。でも最近はもうあの書けるの好きだなってみんなじゃあ特にね、もうマコちゃんが好きや、かけるの好きだな。マコちゃんダジャレが好きだから、うん、じゃあマコの一コマってマコの一コマが考えたの？そう、マコちゃんが考えたの。でもあれはうまいよね。天才やな、チャレッソーに、チャレッソーに天才やな。天才じゃない。ドラえもんでよくない。だってゼロニーズ、あーゼロニーズ、ゴンニーズ、ゴンニーズ、ゼロニの時間だって。あ、ゼロニの時間いいやん。なんか毎週やんのこれ。え、ゼロ二の時間。出会ってやしたゼロ二の時間。どうも。短いね。マコの一コマを見なきゃいけないし。ね、ちょっと首虫刺されてなんか腫れてかゆいんですよね。赤くなっちゃって。そう、リュウちゃん首かゆいんす。首かゆいんです。でも言ったら書いちゃうから。そう、だめ。さっきまで忘れてたのに。うん、ありがとう。え？うん？マヤの一山マヤの一山、マヤの一山、あ、いいやん。毎回山越えてこうみたいな今日もじゃあ最後の締めのポーズですねそれでは明日も山越えてこ、バイバイさらにじゃねえよ、皆さんこんにちは。マヤの一山、マヤの一山今日もやってまいりました。今日はしながらさあ、今日はどんな山に登っていくかと言いますか。本日は富士山です。富士山です。やってまいりますよあ、そういうこと声まで終わる、そういうこと。で、降りていこうと言って、さあ、今日も一山に登って帰りました。頂点ビルの降り詰めました。今日の景色はこんな感じ来週はどんな山に登るのでしょうかそれでは、前の一山お楽しみに来週も前の一山お楽しみに次はあなたの山に登るかも調子やないか、ね、なんか最近めっちゃ言われてんけど、ちょっとリクがさ面白いこと言ったらみんなリク調子いいやん、今日いいやん、調子褒め言葉やな、ありがとう、調子いいリク、落とすな、登山して、あー韓国語、しかもマヤが登山してんのか、俺多分途中で倒れてんじゃん、あ、ダメだ、全然コメントがさ、ちょっと本当に止まってくれないの、ごめんね、読めなくて、待ってね、きっとグッズは待っててください。いい？て、You are so cute. Wow. 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 Thank you. Thank you so much.
Thank you so I love you so much 大好きなんだそのままで大好きさパラダイスはは流れ流れいいねいいねいいね Hello 調子乗ってきたよやめんなリクナレーションできるよおいいやんリオタンコメント読んでありがとうナレーションありがとうナレーションっていうか声優やらせてください声優やりたいのねはい生歌めっちゃうまいえうわありがとうね、うん、ありがとうねありがとうリク腕からミニホウキ垂れてるよ腕からこれでしょパンパンこれねフードもあんのおかぶりさんえめっちゃ可愛いじゃんかぶっときなよそれうん、キャラピー、ね、前髪がぶっ刺さって痛いくっつけキャラピーなえ、かわいいねえ、顔丸すぎえ、かわいいえ、なんか猫みたいかわいいいい感じ、うん、めっちゃかわいいめっちゃかわいいスクショタイムだ今これでスクショスクショみんなスクショしてクマみたいめっちゃ可愛いほんとうん、うん、じゃあこれでいけるリオちゃん、ちゃん私も読んでねやだほんとにリクだるま何の野球に何野球にこの絵からだるまはやだなリクコメント読んだらイビハートさあ塩つまみでやるのかあじゃあリク何でやってるでしょうかだる塩つまみでしょうかだるいな矢印ハート矢印ハートでしょうかちょっとヒントはこれいっちゃうんだって感じのやつですねこれいっちゃうんだって感じじゃあ正解いきますよ3、2、1、じゃだーん矢印矢印っすお矢印の方おめでとうございますおめでとうプレゼント誰も今度プレゼントあげるプレゼント企画やってますので、はい、こちらの方まであ塩つまみが多かったなちょっとああごめんないやそう来ると思ってリクはあえて斜め上を行ったんやしょうもなわら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 昨日私で開発したわら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 あのさ君たち本当にお子ちゃまみたいで面白い、ね、ほんまにマヤがお子ちゃますぎて困るんよ本当にこれに言われてもどうしようこれに言われてもなほんまお子ちゃまやでほんまに困るわマジでごめんコメント読みたいんだけど本当にごめん早くてねねえ聞いて好きな人が話しかけてくれたのわおめでとうおめでとうなこれはやるとやるやるやんアピッタンがいいんじゃない、うん、役割だねうん脈あり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 だね脈あり本当幸せなことはないよリオンにサランハンダーごはんまでプタクトリミダサランミダおーサランミダサランダゴーサランダゴーちっちゃサランダゴー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 これを日本語で言ったらどんな感じもう本当に好きなんだから愛してるんだから好きなんだから言ってんじゃんカムサンミダ深夜テンションすぎとか言ったらアニミダ全然今3時おやつの時間だねみんなおやつ今日は何食べますかおやつおやつは何を食べますかうんおやつ3時のおやつ3時のおやつなんかね3時のおやつちゃんと3時に食べてた人 No No ね、好きな人とお祭り行くんだけど何すればいい？お祭りめっちゃいいじゃん。女の子は100浴衣を着てくべし。で、もうね、ちゃんと可愛くしてね。そう。髪型はアップで可愛くして、うん、ちょっと遅れてて、お待たせ。時間なかったの？待った？あのさ、浴衣じゃん？浴衣だからさ、ちょっとなんかさ、わかる。あ、わかった。で、そうそう、あれやん、歩きにくいから、そうそうで、その、お待たせって言った瞬間に、こけんねん、自分で。あったら上手じゃん。なんか見すぎやからな。これ、少女漫画これやで、みんな。よろしく。まあ、男の子も浴衣着てきてくれたら女の子は嬉しいんじゃないですか。いいね。まあ、全然私服で私はいいと思いますけど、うん、男の子。うんキュンキュンすると思うよ夏休みめっちゃ好きな子と行く時点でそれは好きな子じゃなくて彼氏じゃない、ね、彼女といや間違いないだからお互いでも分からないお互い気になってる状態であだから楽しいその日にやるやつやん告白するの楽しいやつやんほんまに
頑張ってね男の子、頑張ってね全世界の男の子、そして女の子は可愛くするように頑張ってね、うん、何うちら幸せになれ、あざとすぎる、だって間違いない本当に陸劇場笑う陸マヤ劇場リオエクステつけてないっすねちょっと絞って、ちょっとモヒカンスタイル、ね、やだ見てリオ見て、モヒカンスタイルモヒカンってか、なんかさアヒル、アヒルとかのなんかさ鶏みたい、鶏みたい、濃いじゃん、うん、はい、あんたほんと顔ちっちゃ、え、本当にだってリオの手より全然普通に収まってるもん、うんうん、こんぐらいで携帯ぐらいじゃない、本当にちっちゃい、ありがとう皆さん、 iPhone は、まあまあまあ、あ、携帯はリオの顔だと思ってください、あ、リクリクねえ、メンバーメンバーの名前間違えない、テンパリテンパリテンパリ、うん、テンパリテンパリ、くーちゃん雪だるまみたい、かわいい、雪だるまつくろ、リクミンリクミン、確かにリクミン、この3人バカうるさい、ごめんね、でもさ、昔もやったよね、あのインスタライブ、そう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 、確かに結構騒がしい、私あのインスタライブのね切り抜き見るの、わかる、え、でもね、正直あのうるさいって言っても、うん、この2人がいるとやっぱうるさいんだよね、どこいても、ほらないよ、そう、だってリオ別にマユカとかとインスタライブしても全然うるさくなんないもん、マユカ、うん、マユカこの2人やったっけ、やったことない、ないよねないよねやったやったことないけど、確かに確かに、うん、顔も手もちっちゃい、本当にそう、うん、止まって間違いない、間違いない、止まってくださーい、ピュッ、ピース、あ、すごいすごい、新しいピースね、やだそれ、3ピース、1 2 3 1 2 3 1 2 3、うん、ちょっと、ね、このコメント読んだら腕立て100回します、言ったで、言ったで、やってな、やってな、これ見ながらね、うん、じゃ BGM せーので、ポン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 、やめよこの空気、ちょっとリク、こういう空気嫌いやね、ぜひこちらを TikTok の切り抜きで使ってあげてください、私はいなかったことでテンション高いな、今日はこれがココナッツスパだと思ってたこれ違う違う違う、本当に違う、まあそう思ってでもいいよ、別に確かにちょっと不思議とって前髪やばい、ぶっ刺さってるよ前、目に、うん、前髪いいね、歌ってあげようか、うん、何を何前髪ソング、うん、え、年に聞きながら速攻が上手だよねいいよ、優しいな、ウィジューはそうやで、ウィジューはうちらの一番の味方、そう、優しい、何でも全肯定してくれるんだもんね、全肯定です、全肯定です、動こうか、うん、大丈夫、置いとこうすごい、朝から、朝っていうか始めた時からたくさんの方が見てくださってるね、急に、そうだね、こんなうるさくしてるから見る人減ったのかなって思っちゃったけどうるさい方が増えてるで、確かにみんな声が届いてるんだよ、確かに、なんか面白そうな、うん、あ、私たちの中で、あ、なんか私たちの中でうるさいランキング上位の子たちしかいない1、2、3やな、いや、え、1、2、3、いや、ちょっとそれは、もう誰が言っとんじゃん1、2、3や、違う、1、2、いや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 、だから1、2、3、違うって、だから1、2、3や、違う、1、2、3、間違いない、コメントまで全部コメントまで、誰が一番うるさいと思うか、真のうるさいランキングは誰か、誰か勝負やで、ディック一番、え、うん、リクリク書いてある、うん、リクリク違うじゃん、うん、リク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 書いてない、書いてない、たくさんのリクのコメントありがとうございます、もうリクしかない、本当にリクしかない、ほらリク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 、ねえ、違う、リクちゃんの呼吸の仕方可愛いなって、どういうこと、呼吸の仕方なんで聞こえるの、だからもうなんでも可愛いんだって、リクポハポハしとったね、
じゃあリカポワポワするとき喋りたいときに喋らせてもらえるときにポワポワするね。えね。本当にま本当にま本当に徐々に静かに行こう。リクちゃんの声はよく透き通るからねって書いてある。そう確かにな。ほらほらほらリク。なんで？結果の投票はリクでした。じゃあ分かった。でもそのなんだろ、声的にうるさいのは認めるわ。それは何故か声はでかいから。でも声のでかさで言ったら 1,2,3 円、それは正直、正直な話それはそう。でも、うん、なんか結構でかい、そう結構でかい、こしょこしょ話ができない。本当にそう、結構聞こえたらあかんこと言ってもえ、これってさ、こねられたのって言ってシーそれはこしょこしょ話。本当にそう、食ってこうだよね、うん、本当そう。あとポンコツランキング大トップ。本当にそう。最近気づいたリオも、うん、そう最近やっとリオが自覚してきたみたいで、うん、リオってさポンコツだよねって自分で言ってきて、やっとわかったつってやっとわかったって、およかった自覚してくれ て、 つって、うん、気づいた理由までちょっとしっかりしてると思ってきてきたからさ、うん、それはなかなか。でもなんかしっかりしてるとこはしっかりしてるけど、うん、ポンコツなんだよね、うん、そうそうそう、うん、ね、うん、なんかリクと一緒にいるとすごい自分ポンコツなんだなって思い知らせてくれあ、カタカタ、しっかりしてそうでしっかりしてないランキングナンバーワンで、しっかりしてなさそうでしっかりしてるランキングナンバーワンで、どっちも兼ね備えた女が私で結局ちょっとポンコツ入ってるってことじゃん。マヤも結構ポンコツやけどね。もう 20%80%。 なんかマヤは行動がポンコツ、うん、その動く行動がポンコツ。確かに、なんかあ、ここちゃうわみたいな。確かに、なんかあたふたこうしゅう、あたふた継続。確かに確かに確かに、うん、確かに。私は多分行動と言葉すべてがポンコツ、うんうんうん、言葉がポンコツだよね、うん、言葉がポンコツ、 なんか頭で言いたいことと言ってる言葉が違うもん全然、うん、いつも怖いピーナッツくんって書いてあるコメントに。ピーナッツ、ほんとにパラダイス歌ってほしい人多い。いいよ、歌って。なんでリクに5、6わかるでしょ、わかるねえ本人だよね。はい、ポンコツ。わかるだろう、わかるだろう、君に会おう、君だけの色も形も優しさも強さもあるんだ。ちょっと可愛いバージョンの、今日はぶりっ子バージョンの。あなたさは大好きなんだ大好き。こういうの苦手なの歌ってくださいさん、はいって分かった。じゃあもう言わない、分かった、もう言わない、言わない、その本気で歌ったら言わない、言わない、もういい、言わない、分かったって言わないから、頼んだ、分かったって言わないから、言わない、分かったって、また分かった。何歳ですか？21になります。1になった。1以上、本当だ。わー、え、リクまだだよ。リクはまだ20。え、リクまだ20。うえー、ねー、20だよ、リク。だって10月誕生日だ。あ、そっか、10月20。じゃあ会場だね。言ってにいいや、今リコの誕生日言ってに。いいよ、当てていいよ。10月26、あ、正解、よかった。ほんまに汗汗やで、ほんま一瞬迷ったけど、26みたいな選択肢はなかった。嘘つけい。ほんまにリコの誕生日覚えてくれるしょ、なんかさ。え、リクミルクなんか歌ってやだから、歌ってって言うの嫌やって今言った。なんでリコのパート好きだ。それは寂しい夜は前が教えてくれた。合格、合格やで。前上手かったよ。ありがとう。上手ですね。上手だね。最近喋るとさ、やっぱすごい喉痛くなる。めっちゃわかるわ。リオってポンコツ、わら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 。3人見ると元気出る。ありがとう。よかった。やっぱ元気の源担当させていただいて。いつなんかさ、ここまでわかるやん。いつなんかちょっと白鳥とか言っちゃってさ、うちらはさ、エネルギッシュなリスとさ、元気な源のなんか白鳥とか言ってんのにさ、知ってる、何代表して言ってんの、あれ省略してんの。20の元気な白鳥。元気な白鳥ちょっと嫌だ。あさ、元気なリスはなんか元気な白鳥。こわこわ、ねえ、本当に嫌なんだけど。結構嫌や。え、ちょっとみんなどう思います？今ので今
今日切り抜きやばそうやな。ああもう本当にうちらってレジェンド作っちゃうんだから。ゆうちゃんはかっこいい、まやちゃんは綺麗、りきちゃんはバブイだ。やだー。そうです、こう見えてりくは大人っぽく見られたくて大人になりたい性格なので、いつかなんかボッサボサなんやけどで、せめて可愛くやってくれ。まあでもリクは、ね、でもあるある、バブイ人ある、バブイって言われる人あるあるは、あのほんまバブイって言われるとみんな嫌って言って、あのかなんて大人っぽく見られたいっていう人が多い。なんかだったツノ緑でツノツノツノ可愛いじゃん、恐竜みたい、可愛い、え超可愛い、え超可愛い、あんたやっぱバブイ、バブイ方向で行った方がいいよ。20のバブ感で大人っぽいは諦めな。嘘、うん、可愛いもんだって、リクも好きでいて、めっちゃ可愛い、可愛いもん、絶対リオとかマヤとかがさこういうのやるよりあんたがやった方が可愛いもん、うん、ってなったらやっぱそういう遊びすぎだよ、そういうのね。リオちゃんってやっぱ髪の毛触るのクソだよね、そう癖、うん、確かに、ママにもやめなさいって言われる、ママやめてって言ってるでしょ。中3の文化祭何した？中学？文化祭なかったの？私出てないの、ちょっと気まずくなるって中学は思い出ある人が喋って、中学の文化祭はあ、リク吹奏楽やってたから、うん、あれやってたわ、なんか公演みたいな、うん、普通に演奏してた、かっこよかった、吹奏楽部みんな、うちの学校の、あ、うちの学校ね、うん、びっくりした、リクのやついつ盗撮してみたいな、びっくりした、リクの見たことない、リク結構一心でに吹いてたから、ね、多分リクが吹いてトランペット吹いてる姿見たら全員笑うと思う、必死やもん、でも必死な人って素敵やと思う、結構でもすごい顔してるよ、いいよ別に、いいの、うん、ありがとう、優しいじゃん。石川サンバって知ってる？知らん、石川県にだけあるな、サンバがある、へえすごい、本屋といね石川サンバってやつなの、すごい、そんなあるんや、それがさ、ちょっとこうなってやられてきた、あ、マジか、すごい、え、リオなんか鮭なんとかサンバみたいになった気がする、やっぱ各自サンバある系、鮭みたいな、なんか鮭サンバみたいになった気がする、なんか陸上部の伝統のなんかサンバの曲みたいな、なんかあった、鮭サンバね、20は平和ですよ、平和だよ、毎日こんなの、まあ、本当に毎日、昨日も一昨日もきっと明日もこうなるでしょう、そう、え、あ、こんな感じ、あのニナがあのハリーポッターのイベントに参加させてもらってたじゃないですか、うん、そこでニナがお土産に私たちに100ミリビーンズ、ビーンズを買ってきてくれて、うん、それを私たちにくれたんですけど、うん、それで初めて私食べたんですよ、あれで、みんなで目隠しして何が当たってでも食べるっていうのをやりました、うん、ね、私ミミズ味食べました、本当にすごい、美味しくなかった、美味しくなかった、美味しくなかった、私はマシュマロだけ、マシュマロですらちょっと無理だった、本当に、いやマシュマロは正直あの時食べたじゃん、うん、V20 あ、そっかそっか、私のグループにはマシュマロがあった、せやせやせや、解決した時あれだって、塩コショウだった、コショウだった、塩コショウ美味しくない、黒コショウ、黒コショウ、美味しかった、美味しかった、美味しいよね、嘘でしょ、うん、私結構黒コショウが一番無理かも、嘘、うん、でもあれはね、ニナがあんに行くはじゃんってこれやろって思ってきたのが可愛かった、あれそれな、可愛かったね、すごいやってほしそうに、あんにあんにこれやろって言ってて、いやーって言ってやって、そうね、私と超盛り上がって、あやかとまゆかが拒否ったんで、そこら辺やりたくないそうそう、その3人が、オニーたちに断られたのって言ったから、その3人が私たちはやらないって言ったら、うん、多分そっちの子たちに言った、うん、で、これはオニーごはんじゃんそうそう、多分やったんだ、めっちゃ可愛かったよね、ニナ、マジニナ可愛かった、びっくりした、ほんまに、うん、可愛かった、帰ってきた時さ本当に興奮しすぎてさ、もう靴脱ぐ前からずっと早口で玄関から喋りかけてくるんだ、これでね、これでね、ここでこれでこれでねっつって、ちょっと待ってねって言って、靴が脱げないっつって、でそっからちょっとマジニナ可愛い、あ、来ちゃった、うん、泣いてたもんね、超早口だった、あ、決まった時ね、うん、あれ寝るらしいよって、わ、20だ、しょうがないって、いや、いや、22、あ、もじゃく終わってもうたって、んさっきから知らない間に勝手に抜いてんの、だって前髪がどんどんペタンコになってきたんだもん、ほんまや、うん、マジ髪の毛触るの特性、確かに一生触ってる髪の毛
冷たい、気持ちいい。冷たい、うん、肉、うん、嘘、なんでだろう、喉乾いた。え、ね、後でさ、炭酸飲みたい。なんかシュワってしたもん飲みたい。じゃあ、誰が買うか。じゃあ、シュワグ。じゃあ、後でバブルにあげようなったら、うん、最初はグ、じゃんけんぽい。ちゃんと見えるようにな。あいこでしょ、あいこでしょ。リオに負けぎ、負けぎ、ありがとうリオ。私が払うの。リオンにが買ってくれます。分かった、もういいよ。リオが差し込んで。なんでもええよ。ありがとう。サイダー頼むね。分かったよ。ありがとうね。負けた。負けた。シンプルに負けた。負けちゃったね。やっぱり毎回パーで負けるもんな。嘘。そんなことあるんだ。パー出しちゃう。だって。まやちゃんピースしてたって。まやちゃんコメントしたくてアカウント作った、ありがとう。リオリクまやちゃん中에서누가잠이가장많아요？잠이짐？짐？잠って書いてある？どこ？짐じゃない？嘘。짐？잠이って何？잠이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 다잠이잠이잠이많이리오예요응왜요리오진짜많이자요항상절진짜리크인줄알았어나응에리크꽤고최근에나요네리크최근안만나리오가일찍안내맞어완전히응진짜많이자응리오가제일자요열시에자고열시에일어나요응그게바로리오예요다시가니응그런거같아요밤열시쯤에되면은항상졸린다고맞아요맞아맞아요그러네그렇답니다石川県でライブしたいです。私もしたい。今わかんない北陸でやりたい。そうだね、やりたいね。福井さんドームと。え、でもさ、石山県、石山ちゃん、石川県気まずいって。ごめんね、まや。石山私昔勝山さんって間違えなかった。ニジプロの時もリマからずっと石川まややと。ガチか。あ、でも確かに石川県の石川まややと思ってたね。石川県。石川県強いすぎる。石川県の石川まやです。私は石川県の石川まやです。やと思ってた。違う違う、石山でもないし、石川県ね。止まってんだけどな。しかも大爆笑で笑ってて、嫌やねんけど、気まずい。めっちゃ笑ってる。止まってんだけど。めっちゃ読んでんで。こっち動いてる？うん。それ、マコの一コマやで。そうだね。マコの一コマ。マコの一コマやで。これ、マコ。もう、やだ。本当に。楽しいね。学生時代、ちょっと、読ませてよ。読ませてよ。うちびと。読ませてよ。あ、こっち電波ちょっと悪くなっちゃったっぽいわ。本当？うん。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ちょっと。ポンコツここにもいました。え、リク？うん。なんで？あ、そっか、石川県のね、石川まやと思ってたって。結局ね。みんなポンコツだ。ポンコツなんだよ。ポンポン。違ってみんないい。でもポンコツな女の子って可愛い。え、じゃあ私可愛いってこと？うん、可愛いよ。うん、あざといね。え、これわかんないって言ったら可愛いじゃん。確かに。わかんないことをさ、だからこうで言ってんじゃんリオ。あ、そっか、忘れてた。ポリポリで素直な子がいいよ。そうそうそう。そこでいや、これはこうだから。絶対多分。また素直だから。うん、そうそう。あ、じゃあもう私もう絶対100モテるやつやん。それはもう。ごめんなさい、思ってちゃう。素直な子が一番だよ。分かった。でも20はみんな素直。そう、20本当みんな素直。素直すぎて、あの騙した瞬間ちょっと罪悪感に浸られるもんだ。え、こうやってだ、こうやってで、えぇーみたいになって、あ、ちゃうね、実は。真実言えなくなる。間違いなくなる。真実はね、言えないんだよ。言えなくなっちゃうよ、本当。だから真実しか言ってないです。嘘つく、嘘つけない。長野県行きたい。ねえ、長野県行きたい。長野県大好きなの。結構ガチで。長野県2回ぐらい旅行行ったことある。
私も毎年行ってるな。軽井沢毎年行ってる。あのなんかアウトレット。ああ。そう毎年行ってる。行ってみたいよね。そうめっちゃいい。うん。フハー選手権ってどういうこと？私のアンティーザだよ。難しくないでんな、レクモ。難しいんだよ。やってたね、確かに。聞いてなかった。あの時、ガチで笑い止まらんかったもん。みんなの前で声だけ取るんですよ。そう。めっちゃ大変でしたね。涼しい夏になることを願って。熊本来てー。ふはー。やろ？ふはー。ふはー。ふはー。PD ニムとのエピソード、ジェイ・ウェブ・アークさんとのエピソード、え、ちょっくみちゃんね、マンマンナス、ちょっと前にお会いしました。韓国でだ、うん、韓国でお会いしました。お会いしました。でもなんか最近会社とかでもよくお会いするかも。リオ、うんうんうん、車いつも止まってる、うんうん、うん、あ、PD ニムだって。そう、キャジェイ・ウェブ・アークさんいるんだ、うん、そう、これ借り刺されました、すいません。ポポジュ借り刺されてすいません。キスしてください。チュン、可愛くてごめん。そうやって誰にでもチュッチュするんだ。え、なんか前やと思ったっけ。そうやって誰、ダメだよ、そうやって誰にでもチュッチュしない。私は誰の告白も OK しないし、うん、誰からの友達申請も OK しないから、毎回4トンでも。なんか私お友達もウィジューに恋人もいないの。恋人ばっかりはどうしようって。恋人ばっかり、恋人ばっかりね。旦那結構ね。旦那リク、うん、女の子の彼女も多いし、彼氏も多いし、ガチでやばい、うん、私誰からも。あと結婚指輪も多い。結婚してください。はーいはーいはーい、私一人もいない。本当に言っちゃうからね、もうリクちゃんってさ、本当に言われちゃったらあの断れないタイプなの。まあ本当に好きだしね。うん。友達もダメなのって書いたんで。友達は友達もダメ、うちらだけ。友達はうちらだけ。ずっとも青森に来てくれ。めっちゃ無視されてた。お前ね、ずっと待って青森来てくれ。青森行きたいよ。ね、本当に。青森リンゴ食べに。コーデ紹介して、だって、はい、コーデ紹介して。コーデ紹介？え、でもマヤのさ、今日のそのニットなんかこの前さ、うん、買ってたの見た。そうそうそう、あの韓国で届かない。え、ずっとさキャリーの上置いてあったよね。可愛い、マヤっぽいわ。まあ、マヤとマヤしか買わへん。それも20の中でこれを買うの。あ、マヤ可愛い。可愛いやろ。うん、暑ないの？暑いよね。ゼロゼロね。レロベレロレロベレロ hot hot I'm hot I'm hot。 じゃあリクだ。リクは俺のポイントです。うん、そう、暑いからのスノースリーブにした。暑い暑い、ヌルベ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 。じゃあ次いるよ。はい、私はなんだ、キャキャン、シャツ。夏ですね。そう、背中背中開いてんの。あら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 、昨日ルックブック出たもんね。出た。うん、あ、私この靴がお気に入り。おー、いいじゃん。靴の見せ方素敵です。靴の見せ方素敵です。素敵です。夏っぽいです、ね、中が黄色のトップスが、うん、お気に入りです。みんな違ってみんないい。みんな違う服でも、うん、本当に結構みんな違う。うん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 、何が良いかな。うん、ニワちゃん服破った。ねえ、破ったらやばいじゃん。破っちゃった。ポッ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 、なんで、うん、早いね、本当に若いってーなーって書いた。若いですよね、私たち。でももう言うて二十歳。めっちゃ重いんだけど。しかもリクつむじしか見えてない。リクのつむじ、あ、なんか誰やったっけ、つむじ見られるの恥ずかしい。リクじゃない。え、まさかのリクだった。え、リクやで。隠そう。え、じゃあなんかリク昔、ああ、なんか昔私はあのポニーテールを普段してたのね、あの学生の時は、うんうんうん、もう髪の毛下ろすとかはなかったの、うん、で、ってなると毎日同じ分け目やんか、うん、つむじが
丸くなってきたのね。あそれでそれがコンプレックスになって、つむじが恥ずかしくて。でも今大丈夫、今大丈夫、うん、めっちゃ綺麗、いくらいくらでも見てくださいマジで正常なつむじです。そう正常なつむじだから、正常なつむじ、つむじ押してあかんって言うやん、うん、前はめっちゃつむじ押してくるし、マジで確かに前ってそういうの好きやな、痛い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 よ、確かに押したくなる。えそっち、まあ、ってまさかの、えここグルこグルグル実はグルやられたぜ、実はグルなんです。ナイン、キュン、つむじって韓国語でなんて言うの、トムディトムディ、ジョンスリーみたいなのじゃなかった。えそれってさ、あれじゃない、しずかちゃんの名前じゃなくて、しずかちゃん、なんか聞いたことある、しずかさん、しずかさん、チョンスリーみたいじゃなかったっけ。違う違う、え違うよ違うよ、しずかちゃんは違う違う、え、ね、めっちゃみん여기뭐라고해요한국어로カマカマ、あ、ジョンスリー、ジョンスリー、おお、え、あ、近いじゃん、え、次がジョンスリー、ジョンスリー、静香ちゃんは、静香ちゃんは何、ジョンスリー、静香ちゃんはイスリー、絶対にさ、絶対ジョンスリーなんて呼ぶなよこれから、つむじつむじって、やばい、静香ちゃんのことつむじって言っちゃった、いや、めっちゃ飛んでる、イスリーや、イスリー、イスリーやろ、めっちゃ飛んでる、이슬리여기는존슬리제가좋아하는도라에몽캐릭터는이슬리아아하지마그렇구나일본의위주는여러분여기는츠무지와존슬리って言います。はい、で韓国の静香ちゃんの名前がイスリって言います。それをリクが間違えました、間違えました、ポンコツやの、ポンコツだった、あ面白い、ね、リコ、私はインライキタ、私リオです、え、わかんない、リコかもしれない、確かに、確かに、私リコです私リコです、まずは自己紹介、電話してね、あのチーズキンパと言ってください、せーの、チーズキンパ多分それも止めたらへんやろけどそうチーズキンズキンパ、この3人一生喋ってられる、もうリアルでもこうだ、ほんとだ、拭いてる、みんな私たちのおしゃべりほんと好きなんだから、ありがとう、まおありがとう、かんさんみだ、かんさんみだ、 Thank you Thank you シェイシェイ、あーコップンカー、あーコップンカー、ボンジューそれはこんにちは、네대호네대호오디맛이그럼한국어로얘기해볼까요갑자기요갑자기요뭐근데한국어한국어댓글있어요댓글많이보내주셨는데너무빨라서못읽어요못읽어요죄송해요난슬리슬리야난아빨라한국어많이늘었네요감사합니다감사합니다열심히하겠습니다 열심히하겠습니다아한국어댓글있었는데어디갔어네와없어졌어너무빨라빠르네요밥뭐먹었어타코라이스라는밥있어요오키나와타코라이스타코스에타코스에다가 밥들어가고들어가있는타코라이스타코라이스맛있어요너무맛있어요그일본오시면은오키나와가서꼭드셔보세요맞아요근데오키나와미어도먹을수있어요아그러네요지금도쿄있거든요저희배달할수있어요도쿄배달쿄ドレッシング事件も何ドレッシング事件ドレッシング事件もっと教えて、あのなんだっけ、ああ私のあのドレッシングリュックの中に、ああコブのふりょったやつ、そうこぼしたやつ、あれ以上の裏話は、うん、ないね、ない、ここの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 こんなマニマニキで編集せよ
と本当ね、両土って、北州両土って。うん、おー、ちっちゃとったった。おー、めっちゃいる。あ、ちょわよ。けんちゃないよ。けんちゃないよ。めっちゃ敬語や。え、でも風来る？うん。来そう。来そう来そう来そう。今回ってます。今扇風機が回ってます。波乱増そう。波乱増そう。来たー。しずかちゃんやイスリ。くくく。감사합니다。선배님감사합니다。선배님감사합니다。감사합니다。아니야。그런거하지마아니야아니야진짜진짜감사합니다리오그런거안해도돼리오예뻐고마워스무지쿠痛いよ스무지쿠痛いよリクあんなに嫌とか言っとったのにめっちゃ見せてもっとみんな見てくださいやだこちらがせーのレッパーカリンチョリクのつむじでございます。すごい綺麗なつむじ。プレゼンしないで。もう本当に困っちゃうんだから。のむきがちっちゃい。じゃんけんで負けた人マルギリータやる。めっちゃ綺麗ね。マルギリータ。ガチで本当に無理だ。マジで無理。それか来週のマココマでやるか。え、マココマに登場するってこと？え、マココマ私登場したい。おおね、いつかゲストで呼んでもらう。じゃあいつか私たちのそうそうそうこのマコちゃんに、ね、ゼローズ。うん、ゼロゼロズゼロニーズえゼロニーゼロニーズゼロゼロニーズゼロニーズまこちゃんゼロニーズゲストで呼んでね。待ってるよ。多分まこちゃん動揺するよ。違うグループか。多分まこちゃんのまこの人どこまでのにうちらゼロニーズに変わんないから。うるさくてまこちゃん多分差しの方うちも喋りたいけんってあでもってやってたらまこちゃんにうるさい。でもリク周り見れる子だからね。本当にちゃんと喋らなかったら喋らなくていけんだろ。そうだね。まえちゃん体調大丈夫？どういうこと？どっちの意味？おかしい。めちゃめちゃ元気やんな。そんな悪そうに。まえはほんまにマインドがすぐ変わるからあんまりね体調悪いって言われたら悪くなっちゃうからダメだよ。そういうこと言っちゃう。元気なのって言ったら元気になっちゃうからね。오늘저녁メニュー추천해주세요。추천オムライス추천。うん。あね。あね？あね。왜？スンドゥブ。ああ。チンパ。スンドゥブ、スンドゥブえだが、그냥밥。おお。コンジ먹는게어때？うん。맛있지않아？근데덥지않아？아근데더운거좋지。인수。スンドゥブ、おお、やって。인수。スンドゥブ。인수？인수。인수腹減った。博多弁で喋ってみようじゃ。博多弁。博多弁のマスターここにいるからね。うん、そうなの。うちやけん。そうやったん。うん。うちやけん。うちやけん。うん。うちやけん。うちやけん。通りもん。それは好きやね。それはお菓子の名前やけん。それはお菓子の名前やけん。分かった。あ、それはそれはお菓子の名前ちゃん。あそれはお菓子の名前ちゃん。わかったとわかったと。これはお菓子の名前ちゃん。それはうんお菓子の名前ちゃん。わかったと。名前ちゃん。わかったと。うん。わかったと。わかったと。ちんちゃ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 って感じ。リコそっちに意識いってたって笑えへんかと今。えそういうことってなって。なんかさちゃん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 言いすぎてさ。ちんちゃわかったと。ちんちゃわかった。ちんちゃわかったと。ちんちゃは韓国語ないよ。もう笑いすぎてもうブサイク。まあいいか。バカにしてないとどう。ハングドラマ文豪もういっそやって。ハングドラマ。ドラマ。ハングドラマ。요즘잘보는시간이많이없어요진짜추천하는거있어リクの、くんで、いったがバブルです。あ、バブルです。私が올릴게요。알려주실수있으면、우리는항상알려줄게。언제알려줄게？알려줄게。알려줄게。미안해。ファンに手を振ってください。ファンに手を振ってください。空港ファッション。せーの。明太子ハット。ちょっと何
塩つまみ。あ、塩つまみ。감사합니다이상이주였습니다감사합니다이렇게이렇게했습니다했습니다순두부네니오목소리좋아요아뭐진짜감사합니다 진짜감사합니다 아진짜감사합니다 진짜감사합니다 진짜감사합니다 기쁩니다 정말감사합니다벌써한시간지났네어진짜어그러네한시간15분요즘뭔가한시간지나는게진짜빠르지않아너무빨라야 얘들아힘내네힘내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 순두부먹을거예요진짜응와우맛있게드세요니주최고진짜목소리좋아요진짜요저는요진짜좋아목소리좋다고말해줘니그목소리진짜좋아仕事終わった疲れたお疲れお疲れおつ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 だね今日めっちゃ暑い。嘘。嘘。あ、日本も日本じゃねえや。東京も暑いよね今日。暑い。暑い暑い。うん。結構暑い。暑い暑い。ラーメン食べに行ってきます。ラーメン食べたい。いいじゃん。暑いのに？暑いわ。やっぱやだ。冷やし中華とか。ああ冷やし中華ね。そうめん食べたい。そうめん。いいよね。あそうめん。え流しそうめんしたい。やったよね。やったっけ？そんな。あの去年。あのコンテンツで。コンテンツでやった。ファンクラブ。懐かしい。そうめん大根。えらいなんかリオの声気に入られてるよ。リオにも목소리が너무부드럽고좋아요って。부드럽고좋아요。좋아요。좋겠어요。좋겠어요。좋겠어。ウィンガシ。ウィンガシ。ウィンガシ。あ、そこか。ワン。ボラボラツ。みんなは何の曲が好きですかね。여러분무슨곡제일좋아해요こちらまで저희곡중에서제일좋아하는곡은뭐예요베스트야다私蚊に刺されましたすいませんミルクスパサマアイアンナインカラーズジョイフクラクラパラダイス遊ぼうココナ全員全部やんハートビートハートビートビー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 ハートビートミルクあそこ私なんです実はそうですよ知ってますよ味濃いですクロットノールヒャニエイジョルボーアムリーマルケバドーセラーアムリーマルケバドーケドタッチノータッチただその前にそのなにヒンヒンヒンニャハニークニャハニースイープーンスイープーンぶつかったらボンボンボン今年マジ新鮮ね眉毛薄すぎてさある？私も薄いよ。本当に薄い。クラップクラップクラップ。잠깐불러주세요。無視。クラップクラップ。잠깐불러주세요。はい、せーせー。ならせー。クラップクラップ。Yeah。ビカセテクラップクラップ。Because we like it。夢中になって。あは。君の音聞かせて。届けて。は。開けてこれじゃな。はじけよレッツランナーハ楽しもうレッツランナー弾ませてラビヒエクドカウカウ
ニードユー。二十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 君じゃなきゃ。二十二十二十もう待てないよ。愛。二十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 ギュッと手。ギュッと手。ギュッと手。違う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 。ずっとギュッと手。ギュッて言った。私はずっとギュッと。そうだからギュッとで正しいな。ギュッと手と手をつないで。ずっと手と手。違うギュやってリク歌詞間違えたことないもん。えちょっと待ってるよ。ギュッと手と手をつないでやで。えずっとじゃないの。違うみんなギュやで。謝って。よし。しょうがないじゃん、さっき覚える歌多いもんだもん。もう本当にもう本当に言ってる。え、ギュッとね。韓国에서도니즈부르응부르부르나기다리고있을게부르나와한국어버전해보고싶어요니즈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 え、ギュッとテオが없으면ギュッとなの。ちょっと待って、マジかって。あ、いいね。気だるすオプサアイ。え、ギュッとだよ。だってみんなギュッとでしょ。ほらみーやー。何リク、一応も一応もた。うん、全部た。サンプルどころ。手をつないでだと思った。私もごめんなさい。そんなことある。私たち3年間20やってんで。ほら、ギュッとだったって。マジか。ほらみーやー。リク、あの結構基本人の歌詞の全部覚えてるもん。すごいな。私も歌えるけど別にギュッとだとは思ってない。私は振り付け覚えるのは苦手だけど歌詞覚えるの。今日誕生日おめでとう。おめでとう。ハッピーバースデー to you ハッピーバースデー to you ハッピーバースデー dear ハッピーバースデー to you。切り替えちょっと怖いよね。本当にね、なんかにとらわれてるからね。本当にとらわれてる。ハッピーバースデートゥーユー。そうですね。次ショートトリップ。ああで昨日やったっけ、一昨日ぐらいにさ、ショートトリップなんかあの東京ドームでやった時のなんかリオのあの、うん、会話ショッピングしてから闇道して、ね、いいよって言ってんのを見てちょっと泣きそうな。あれはあれ、ね、正直結構ルールしてる。てかあの本番中でも泣きそうになるわ、ね、なるね、うん、いいよありがとうって言った後さ、うん、We 20 20ってさ、うん、みんなで歌うパートだからさ、正直さ20ちゃうって、ララ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 、うん、てかさ正直さあのさ一人くらい歌わなくてもさバレないシーンじゃん。でもそこをちょっと歌わずにリオは余韻に浸って笑ってた。いやあれいいよ。泣けるよね。本当に結構大好きあれ。だからちょっとみんなの20のみんなの声もね聞きたいね。いつか聞きたいなって思ってる。混じってる。マヤ marry me マヤ marry me OK。え、OK？ はい、じゃあ質問です。結ばれてる心は君と会えない間も、はい、あすごいじゃん。じゃあ質問です。遊び尽くそうパン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 感じてるよ、my voice 感じてるよ、love 感じてるよ、すごい離れててもそばに。正解。終わった。しかもね、しかもね、それ自分から出したクイズない。あ、そうやってみてる。そうやった。そりゃそうやと思ったよ。私のやつは実際にあった。君の頭の中は分かっているんだ。家系ラーメン食べたことあるって。何それ、家系ラーメン。分かんない分かんない。私あ、なんだっけ、あの何系だっけ、親父系だっけ。なんかそこなんかあるよね、なんか分かるよ。家系ラーメンじゃなくて、なんだっけ、有名なやつあんじゃん。なんとか系ラーメン、なんとか系ラーメン、二郎系ラーメン。おはーん、うん、知らんねん。二郎系ラーメンめっちゃ美味しいらしいね。そうそうそう、なんか頼み方めっちゃ難しいらしい。天才的なアイドルは誰？バロ？ナヤ。アイドル。天才的なアイドルは？アイドル。せーの。アイドル。この質問この間やった。この声が似てない？え、そうめっちゃ似てる。めっちゃやか。え、私じゃん。え、私じゃん。
じゃないよ。あやかってそんなそればっかり最近ちょっとでも最近あやかがちょっと間違ったこと言ってる。えだってさっきこうやって言ってたの。え違うよ。こうやって言ったって言ってたんだ。って言ってたんだ。 Welcome to the stage Welcome to the stage。 マジこれマジこれマジこれせやろ。やっぱあやかはナチュラルあざとですね。ナチュラルあざとです。バロナやバロナや3人かわいい。それなまたにはしてませんよ。尊敬の心を込めてあやかに対してやってます。そして一番モテるのは It's me。 私料理もできます。私人を笑顔にできます。私ポン酢です。ポン酢ポンカツ。あ、ポンカツ。それさ、あのアピールポイントじゃないと間違いない。あ、結構アピールポイントよ。あ、甘え上手です。私人の膝の上に乗ります。私ちょいツンデレです。それで彩香を落としました、この間。私はちょっとツンデレです。確かに私は人見知りです。えまあ正直人見知りは全員、うん、え、リオもあリオは違うから。ポン酢私はポン酢です。そんなところがポンコツで可愛いって言ってんの。私は塩です。私は何でもないです。ごま油とか言えじゃない。ポイントはない。海苔三枚とほうれん草とチャーシューが乗ってるのが家系ラーメン。麺の硬さ、味の濃さ、油の多さ選べるよ。だって、めっちゃいいじゃん。温泉いつか行ってみます。ぜひ食べさせてください。食べさせてみんな自分自分で最高。本当にね、20ってね、自分のこと大好きすぎるからね。本当にね、全部モテるのは私、可愛いのは私。そこでね、なんとかな誰誰って言ったらダメなんだよ。そう、一番平和で終わるは、あれ、それはそう、うん、だってここでさ、今急に私たち3人なんか誰だと思うっつってリオとリクが、うん、全員でさ、じゃあマヤのことさせとするじゃん、うん、だったらさ気まずいじゃん。気まずい。私がだってさ、リクもリオでさ、え、でも私がってなる。だから一番のいいのはせーのっていうこと。でもちょっと実際自分で思ってせーのうん裏では思う。裏では分かんないよ。裏で、うん、私たちはね、本当にね、みんなお互いが好きだからね。いいライブ、あやかちゃんに보면もらうはいかよ。ねえ、そんなことないって。バナナっそ。で、たまたこうやってやってくる。なんでやってんの。なん、色気じゃ早そう。ヘボンじゃけん。そんなんだ。ねえ、ん、もろげっそ。えったん。こじんまい、はじまい。일단만케이크만들어 일단케이크만들어나는케이크먹고싶어 케이크먹고싶어 야나라고말할것같아요오레가오레이가이가오레이가이데それどういう意味の質問なの。よくさ質問されるの、俺か俺以外か。じゃあ俺で。おめでとう。適当なこと言わないで、ね、仲良くない感じ出してみて。だってせーの。え、あ、これ見る。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いいよ、あ、ごめんね。じゃあ私こうしてみるからさ。あ、見たかったです。あ、あのリク映ってないって。ごめんね。もういいからそういうの。もしかしてハブライズ。喧嘩やめてよ。喧嘩はやめて。喧嘩はやめて。いつの間にかマヤを標的にしてしまっていたよ。自然にな。ここだけ見た人勘違いしちゃうから。本当にやった。絶対リオが性格悪いみたいになるじゃん。ダメ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 。もうイメージ撤回してこ。イメージ撤回してこ。絶対に。うん。バスなよ。ここだけ切り抜きしないでくださいね。ここやったら切り抜いていいよ。団子三兄弟、ちゃんちゃん。右にいるのはお父さん。
左にお母さん、この曲知らない。団子トゥトゥトゥ、団子三兄弟ちゃんちゃん、うん、この曲知らない。も私も初めて団子三兄弟だよね、だから出してんね。そうそう、そこまでわかんない。でも左にいるのはお父さん、右にいるのはお母さん、そして真ん中団子。そうだからさ、その時点でさ、変な歌詞やなってなったの。子供とか、でもさ、子供って言われると思ったら団子、え？ねえ、もう人間にしてよ、せめて。せめてね、本当に。ひどいわ、なんか違うの見ちゃったわ。本当にひどいな。歌詞違う、歌詞違うよ。兄弟じゃない。団子家族やん。兄弟なのに親子。間違いない。ああ、ガチでもう。ほんまに面白いな。あ、そういうことか。ほんまや、親子やん。そう、団子さん兄弟だね。団子親子よ。子供団子ない。そうだね。ヒヒヒン、ボン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 。兄弟なんやで。正直喧嘩したことある？あるにあるでしょ。うん、なんかそんな大きいのはない。これこれ言ってあげます。冷蔵庫にある日チョコパイを置いてました。でもなくなったんです。これ誰食べたの。でもそんな日には出なかったんですよ。後々めっちゃめちゃ3ヶ月くらい後に、あの時うち私食べたかもしれない。え、違う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 、それはあれだって。あれ、あ、前だったっけそれ。まこちゃんに返したやつだよ。あ、そっか。うん、じゃあ韓国の時か。そう、それはリクが韓国の時に凍らせたお菓子がありました、うん、それをなくなりたんですよ、次の日。これ誰食べたって怒ったら誰もいなくて、うん、おかしいなと思ったら1年後ぐらいにニーナがあの時はいなかったんだけど私なのって言いました。でぐらい喧嘩喧嘩ね、なんか喧嘩苦手なんだよね。うん、好きな人いないと思うけどさ、なんかさ、そこまで真剣に怒る内容がない、うん、怒ることがない、うん、怒る事件が起こらない、うん、なんか洗濯物片付けてとか、うんうんうん、なんかそういう感じは言うけど、なんかね、そこまで強く怒った時とかはないよね。でも友達とかでもさ喧嘩するけどさ、喧嘩がリクは悪いと思わないよね、正直な話。喧嘩してやっとその人の本性が分かるわけじゃんか。だからそれでもっと仲良くなるから、リクはそれで今のリクの親友ちゃんとはめちゃめちゃ大喧嘩したのね、中学の時に。もうめちゃめちゃ喧嘩して、ほんまに、あ、もう無理かもしれない、友達やっていけへんと思ったけど、今めっちゃいっちゃ仲いいから。そういうこと。なんか喧嘩が悪いと思わず自分の気持ちをぶつけるのが大事。本当にそれ、うん、本当にそう。だから喧嘩をしたくなくてもしなきゃいけない時は来るし、まあね、喧嘩するからなんか仲良くないとかじゃないし、そうそういうこと、うん、だから迷ってる人がいたら大丈夫だよ。うんうん、リクって怖いから言えなかったんだね。そんなこと言わないでよ。そんなね、そんなに怒ってないよ。リク何も怒ってない。誰食べたぞって言っただけだよ。まあでも食べ物の恨みはでかいって言うからな。そうやな、仲良しだね。仲良しです。本当に仲良しです。本当に仲良しです。ね、ありがとう。あ、違う違う、私がやってる。もうやめよう、この話。やめよう、やめよう、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかピーヌー。ピーヌタッチ。ちょ、どうするの、先端教室の人がいたら。ごめん。頼む。ちょいよ。そう、マヤ選択恐怖症でしょ、うん、怖い、入れない。自分でビビってるじゃん。ジュクシ、ジュクシってさ、本当に小学生の頃、うん、男の子よく言ってた記憶ある。ジュクシ、ジュクシ、ジュクシって5人のリクか、5歳のリク。5歳のリク、5人のリクほど耐えられん。絶対無理や、5人のリク。5歳のリクかな。5歳のリコもなかなかやで。確かにな、結構いい、結構わがままよ。確かにな、多分今のリコが5人いる方が絶対いいって、うん、確かにな、ほんまに、うん、これは結構おかしな話。5歳のリコは本当に大変よ。確かに、多分イラついて一番大変かも、うん、5歳っていうのが、うん、でも5歳ってね、誰でも大変よ。2歳ぐらいはいっちゃ可愛いね、うん、確かに2歳はほんま可愛かった。確かに2歳可愛い。リコの5歳は大変かも、うん、じゃあ
5歳のリクはちょっと自分でもできん、世話できん。5人のリク、リクちゃん大人っぽくなった。だってありがとうございます。ってコメントが2件も来てる。2件も、ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。だがしかし今も5歳でしょっていうコメントも1件来てる。5歳のリクちゃんいろんなとこ喋り回ってそう、走り回ってそう。リクです、リクです、リクだよ、リクだよ、リクだよ。5歳のリク落ち込んでる。怒ってる。今15秒ぐらいこれやったから怒ってた。何も反応ないと思いきや怒ってた。じゃあ顔怖い。5歳のマヤはどんなマヤだったでしょうか。皆さんコメントしてみてください。お母さんこれやってもいい。あ、分かった。やってもいいですか。正解言ったか。お母さん、これ美味しいね。うん、かわいい。かわいい。綺麗な言葉しか。ここに座ってもいいですか？かわいい。かわいいやん。かわいい。気づいたらこんなになってました。絶対かわいいやって。かわいい。絶対かわいい。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目でした。本当に。いいな。リクもそういう子に育てよ。将来？うん、将来。将来。子供。綺麗な言葉を使ってみて。え、足みたいなこんなんで大きくなったらいいよいいよ。お母さん、お母さん、お母さん、これもとうか、これもとうか。色気のある子供ですね。確かにいいやん。覚えてないよ、5歳の子供。自分とはちょっと似てない子供欲しい、リク、うん、メンバーの中やったらどの子供がいい？リマ。あー、リマね。確かに可愛いよね。もう何でもあげたい、何でもあげたくなる。昨日ラーメン食べてる姿見てそう思う。やばかったでしょ。あれやばかった。昨日やばかった、うん、リマ可愛すぎた。あんまり可愛いよね。あんなにラーメンを可愛く食べれる人は世界でリマぐらい。可愛く美味しく、うん、面白く食べれるのはリマくらいだと思う。本当に可愛かった、うん、ガチで可愛い。え、でもやっぱ美味しいもの、自分の好きなものを食べてるメンバーって本当に可愛い。うん、あのさ、彩香がさ、去年の誕生日の時にさ、うん、バブルでニナが送ってたさ、チョコパン食べてる写真覚えてる？あ、ニナが送ってた。ニナがそのバブルでさ、彩香の写真を送ってたじゃん、誕生日の時に、うんうんうん、その時に送られてきた彩香がチョコパン、チョコのパンを食べてる写真覚えてる？うん、あったあった、うんうん、もうあの写真の彩香が可愛すぎて保存した。マジ可愛かった。可愛いよね。え、ご飯を頬張ってる女の子って本当に可愛い。間違いない。リオも東京バナナ食べた時めっちゃ可愛い。確かに確かに確かに。だからタコライス食べてるって可愛いし、なんかタコライス食べてるってちゃんと見たことあるの？うまっ。めっちゃ可愛い。ほんまにうまい。人間のね、無防備な姿だから。確かに。ご飯食べてる姿は正直メンバー本当に可愛い。確かに。なって思うよ。うん。はい。なんだろうね。ね。多分その辺で歩いてる。その辺で歩いてる。やばい。その辺にいる。ね、そこら辺にいるよね、多分。わかんない、その辺にいるかもどうかもわからない、うん、今日はメンバー消息不明。朝からこの3人で今日は来たので。来てるんです。私が起きた時はニナは起きてリビングでなんか携帯触ってたけど、まゆかとかあやかとかまだ寝てた。あ、マジか。あやかは爆睡。早起きですね。そうだからリビング入った瞬間ニナが一人でさ静かに座って携帯触ってるからびっくりしちゃった、うんうん、だけどちょっと 急ぎすぎて、うん、ハンマディと思ってそう。何の話、話しかけれなかった。急ぎすぎてるようが。確かに朝って無言だからね、うん、そう、もしかしたら喋れない。ハッピーハッピーハッピーな、最近体調はどうですか？元気です。元気です。めっちゃ元気です。ありがとうございます。元気で生きさせていただいております。喉乾いた。ちょっとさ、水取ってきていい？いいよ。じゃあ私の分も行ってくる。取ってくるか。いいよ、リカ取ってくる。私の分もありがとう。ありがとう。限界や、限界突破。限界突破してこ、限界超えていこう。わかった。フェースター。そのリクよくない、うん、フェースター。あ、でもなんか増えてますね、ケース。ずっと今何時なんだろう。4時39分。え、もう1日終わるじゃん。早ない？1日のカウント早ない？早い。でもなんか今日起きてからなんか一瞬だった。確かにね。
에잉, 너무 예뻐요. 감사합니다. あっという間やな、うん、本当に1時間半もやって、うん、一日終わるの早いで、さっき言ったらさ、え、うん、もうって言ったじゃん、ちょちょ、書いてあったのそうだよね、やっぱ美人の人は分かってくれるよね。母さんがやってきました。ピアス？は、ありがとう。どうぞ飲む。ああ、生き返った。飲んできた？飲んできた。ガブ飲みしてきた。飲みや。あ、飲んできた。あ、今日持ってきてくれた？そう。ありがとう。もうガブ飲みしてきた。調査、天使です。あ、調査、調査。いただきまこ。よいしょ。いただきま。いただきまっぷ。ピアス痛くなかった。うん。え、2個開いてんだっけ？3個。あ、そういうことね。そう。すごいわね。でもリクもさ、ビビリなのによく開けたよね。この時ね、本当に泣きながら開けたもん、ね。ほぼ強制だったもんね。強制。メンバーみんなやるから。みんなやるから。うん、でリクも泣きながらやったら意外と痛くなかった。うんうんうん、そう、意外とリクはビビリなだけで意外と痛みには強いのよ。うん、それな。強い強い。意外と強い強い。ありがとう。うん、メンバーなんていうとしたか忘れちゃったよ。まあ、いっか。ふふふふふ、ウェルカムトゥザフェスタ。フェスタ水飲んでます。みじゅみじゅみちゃん、ふつるるるるるる。もう夕方だもんね。そっか、土曜日の夕方。早いね。土曜日の夕方ってめっちゃ良くない？土曜日の3時くらいからの時間すごい好き。明日も休みですね、うん、土曜日とか日曜日まで休みだもんね、うん、世間的に。そうだよ。でも本当にさ、今はさ、もうさ、この職業になったからさ、うん、なんか土日がお休みっていう固定概念がなくなったじゃん、うんうんうん、でも小学生の頃、学生の頃までは土日は絶対に休みだったじゃん、ほぼ。確かに。なんかそれがすごくなんか不思議。確かに。絶対休んでたもん。金曜日とかいいよね。金曜日の下校 の、うん、あの帰りの挨拶がガチで大好きやった。さようならって言ってダッシュで帰るね。わかる。休みやー、うえーい。で日曜日の夜、うん、悲しくて死亡。いや本当そう、本当につらかった。寝たくなかったもん。わかる。それで月曜日休んでた。明日はもう行きたくないよって。なんか苦しくなるよね。そう、結構胸が苦しくなる。わかる。あ、学校お母さんに行きたくない、いやいや、部屋にずっといたいって言ったら、行きなさいって言われて、行きなさい、学校に行きなさい、行きなさいって言われて、月曜日の朝本当嫌だったもん、うん、結構ね。もう今はさ、何曜日なのか、うん、今日が何曜日なのかも分からん、いつも毎日、うん、本当にそう、うん、え、だから見たかったドラマとか一瞬ですぐ来る、うん、曜日感覚がないから、曜日感覚がなさすぎて、めっちゃ分かる。気づいたら終わってるみたいな、うん、そのドラマ見たかったドラマの週が終わってるみたいな、とかね、それで見逃し配信とかで見る。分かる分かる、ね、めっちゃそんな感じ。曜日感覚ほんとない。確かにアニメね、めっちゃすぐ来るよね、うん、すごい。3人してさ、ちょうどいい距離感でいる。みんな燃え尽きた感。さっきまでの元気のさっきまでの元気どこ行ったっていうぐらい、まあ、いつもこれの繰り返しなんですよ私たちは、うん、それな、こんな感じです。そうなんですよ。何時までやりますか今日は。もうちょっとしたら終わる、うん、ね、結構長いことしたから、うん、1時間半ぐらい。3人いるとさ、喋、うん、ることが3個分出てくるわけや。そうそう、余裕だよ。だから時間が過ぎるのが早い。もうちょっとでバイバイですよ皆さん。バイ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 。YouTube ライブってどうやって切るんだろう。わかんない。このバツ打つ。これやろ、バツやろ。あ、それ。いいよ、押してみて。え？あ、せめて挨拶してくれ。これやろ、バツやろ。これバツやろ。階段はね。これバツやろ。階段。終わっちゃったっつって。終わっちゃった。50分までやる？分かった。じゃあ50分までしよう。分かった。50分だね。行きましょう。Welcome, welcome, welcome.
髪の毛解いただけでさ、髪の毛すっごい切れる。マジやばいの。染めるの大変だよね。やばい。やだーって悲しんでるね。アンドエー。アンドエーだよ。なんかいいよね。こうやってライブっていいよね。なんかすごい。ね。確かに。ちょっとゆるくできるし。やだら、こんがんなぐちね。感謝。こんがんなぐちになるけよ。みー。新潟行ったことないな。ね、新潟ね。アンドエー。アンドエー。りょうちゃん服いっぱい持ってて収納どうしてるの？あふれかえってます。確かに本当にあふれかえってますだろうね。ハンガーのとこにもうかけるスペースがなさすぎて、あのもうヒッてやってそこにこうやってかけてる。だからどん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 服が詰めてくる。あ、だからシャツとかは本当にちゃんと保管しないと。あれ買ったらハンガーラックみたいなやつ。でもハンガーラックを置く場所もないの。もう別で服が収納されてるボックスもあるんだけど、それにもパンパンだから。部屋にもね、なかなかね。そう。だから。おねむなのバレました？おねむねむ？おねむねむ。おねむねむなの？人間だから。人間だから。リルおねむねむ。みんながこの世界に存在してるのが信じられない。この世に存在してることが信じられない。なんで？存在しちゃってるんですよ。存在しちゃってるんです。存在してますよ。意外とすぐそばにいます。そうね、意外とね、ね、意外といるよ。意外といるよ。でもなんかやっぱりなんか番組、うん、曲とか行ったりして行くとめっちゃ言われるくない？二十って本当にいるんだって。あー、でも確かに不思議がられるんですよ。よく二十ちゃんって本当に存在してたんだって。ありがとうございます。あんまりお会いする機会もないから。急に行動が多いからさ、そうだ、ね、圧倒されるよね多分。二十、うん、そうやと思う。人数で、そう人数で、うん、なんかあれじゃない、割と一人一人とかでおったらあれだけど、うんうんうん、9人でおると二十かな、うんうん、すごい。なんか9って結構多いからね。9人多いね。ですね、あと何日か後かにしたら佐賀でございますね。そう、佐賀アリーナ。やばい、緊張する。どうしようね、結構緊張する。でもめっちゃ楽しみ。早く行きたい、うん、本当に今回やばいです。期待しちゃってください。期待しかしないでください。もう一緒に楽しんでいきましょう。いっぱい期待しててね。瀬戸里もやばいしね。瀬戸里やばいし、うん、やばいし、うん、なんか多分見たことないようなやつも見れるかもしれないし、うん、ね、なんか、ってなっちゃうかもしれないし、こんなことするのってなるし、それみたいな。その人たちが、え、こんなの見ちゃっていいの？みたいな。それ、うん、それやるみたいな。この子とこの子とこの子とがってなるかもしれないじゃん。もしかしたらあれ、ニーズかもしれないし、ミドルズかもしれないし、マンネーズかもしれないし、違うかもしれないし、8対1かもしれないし。結構きつい。間違いって絶対嫌。8人でさ、練習されてさ、じゃあ1人でやります。ラララ結構きつい。結構それはないけど。そうね、だからまあ1公演目が佐賀じゃないですか。だから佐賀で初めて来た方は、うん、たくさんあのセットリストとか、うん、ユニットのなんかがもしあったとして、うん、そのスポとかやっぱしちゃうじゃないですか、うん、そういうのはなるべく見たくないよって方もいると思うのでね、すごくちょっと心の中で抑えつつ、そうだね、スポをしないように20と20の約束、うんうん、約束。まあ今日のこの3人にありがとう。今日のこの3人に、まあね、そう今日 ね、この3人でやったということです。はい、秘密ですよ。秘密、私たちとウィズの秘密の時間、あれよ、2人だけの秘密ですよ。
1,2,3,4 人じゃない、リアコ系アイドルだよね。マジなんかさ、私たちだけの秘密だよ。そんなこと言ったことないよ、本当に。まあ、リオは言わないよね、うん、そんなこと言えば2個は言うで、完璧なアイドルやから。完璧なアイドル君よ、マジだよ、マジだよ。スポじゃなくてレポナだって間違いない。間違いない、レポ。そうそうそう、レポ、レポ、レポしないで、ね、レポか、レポ、そう、レポ、レポ。まあね、すごい一番最後に来る方だっていらっしゃるじゃないですかね、うん、だからその方々の楽しみを少しでも守ってくださいね、うん、あの奪わないようにね。わかんないけど、みんながレポしてるかどうかは、うん、ぜひ心の中で信じてください。ということで、はい、今日はここまで。ゆきかち、ゆきかち、ゆきかち、激すみだ。じゃあ皆さん、暑い夏もう少し待ってココナッツを聞いて、私たちと一緒に涼しい夏を過ごしましょう。はい、ありきたりなコメントすみません。そしてもうちょっとで佐賀の公演もあるということで、うん、皆さん佐賀でお会いできるのを楽しみに待ってます、うん、はい、マジ楽しみだからね、ね、うん、じゃねー、え、きれい、バイバーイ。